6分半スタート。はい、ちょっと何ですか。我々は前列で、女性陣は後列にいて、後列で何かが起こったらしい。ナムさん何ですか。先ほど500通目指しますって言ったのに、はい、いきなり加藤ちゃんが決まりました。どうしました。いや、私横で見たら、あ、なんか拝み出した。神様が何かが見えた。やってみて、すごい体が500って言うからお願いしますすごいな、体大きくなって。そうだ、俺たちかけてたんじゃない。みんな送ってよしか言わなかったもん。あ、そうか、楽しい、うん、送ってよじゃない。そうだ、え、500通皆さんお待ちしております。お願いします。これ本当にお願いしてる人ってこんなことするの。いや大きく見た方が見えるかなって。確かにね、映像でお届けしてんだから。これがちょっとちっちゃいかなと思ってこうやってやりましたもんね。面白い、新たな武器が入りましたね。本当に強力ですね。11月28日は間違いないでしょう。お願いいたしますね。ということで、はい、我々相変わらずの自己紹介をしておりませんので、自己紹介しましょう。はい、好きな色はオレンジ、長岡愛美です。好きな色は青、三山雄一郎です。好きな色はパープル、南部志保です。好きな色は青、加藤愛です。よろしくお願いします。これやったか。そもそもやったんですよ。これ同じ色だったんですよ。同じ色だった。俺も一緒ですね。そうですね。ただ、そうなんですよ。加藤愛ちゃんはその時なかったんで。そうだ、俺聞いたわ。で、ドラゴンズもあるし、で、南部さんはあの時もパープルの服着てたしっていうのあったわ。で、俺途中で忘れてた。そうだ、そうか、そう。いや、聞こう。はい、ちょっと被っちゃってるけどいいじゃん。どっちが本当なのか決めるよ、ここで。そういうことだ。私、うん、石川県にいた頃から青が好きって言ってドラゴンズサンドラやる前から。そうなんですよ。なるほど、うん、お前だってお前福岡いる時はホークス言ってたんちゃう。そしたらね、私はドラゴンズブルーが大好きって心の底から言えます。地元がやっぱりね、岐阜だしね。僕は高校時代の卓球のユニフォーム、出た、ほとんど青だったんで、だから青が好き。ほとんど選べるってこと。南部さんがもう目を伏せた。もうこれは現実と向き合って全部って言っちゃおうよ。なんでね、今の全部でいいっすよ。確かに。なんなら黄色一着だったんで、その黄色に申し訳ないなと思います。基本的に青だったんで、だから基本青好きだった。9割青だ。で、大学時代に大学時代僕あの横浜 DeNA ベイスターズ の、はい、あの裏方の仕事もしてたんですよ。青のチームの裏方の仕事してた。何してたの。何してたの。選手の登場曲とか流れるじゃないですか、球場に。あれをこう音楽流す、これ2軍の試合でやってたんですけど、初めて知った。すごい。そういうアルバイトがある。アルバイトが、まあ、あの大学の放送研究会が球団からもらってた仕事で、そうなんですよ。すごい。そうなんですよ。だから高校時代はユニフォームの青、大学時代はベイスターズの青、うわ、社会人になったらドラゴンズの青。あ、ちょっと青が大好き。ちょっと多いですか。私はちょっと歴史しかないから。まだ私はじゃあ今の話しましょう。行こうよ。私の携帯の色見てください。出ました。ちょっといい、これ、はい、これでしょ。はい、これ私触るよ。はい、これね、世の中に色がたくさんある中で、これまさか私は青色なんですよ。青だ。あ、でもね、携帯ケースの色って、ね、ちょっと待って、この携帯ケース青ですよ。まあ、確かに僕黒ですね。はい、これ黒でしょ。ボロボロの汚い黒ですけど。もうちょっと黒だ。ダメだ。ダメだ。もう筆箱だ、黒だ。筆箱も青だし。出ました、筆箱ですよ。小学生かな。筆箱。みんな使う。大人も使うな。筆箱。今の今のね。今のだ。青だぞ。どうなんだ。アルコール消毒も青。ほら、なんだそれ。アルコールじゃん。アルコール消毒ってどういうこと。え、ケース、ケース。あ、ケースは詰め替えて入れるタイプの。あ、詰め替えケースね。どうでしょう。じゃあもういいじゃん、もう。まあいいや、ね、そうな。それも青や、どうや、もう無理。はい、どうぞ。今日着てる服、はい、僕、ジーパン、青。そんな。もう今日ですから。ね、もう青が好きだから。そうですよ。きっと今日も好きな色のテーマのトークになるだろうなと思って、青。素晴らしい。赤い服に。赤。違うんですよ。違うんですよ。これはこの青を立てたいために赤を愛し。引き立て役？そういうことですよ。妻。あれは刺身の妻や。どうだ。服とスニーカーが赤ってことはそれは差し色赤だよ。そうだ。違うんだよ。確かに今見えてるか分からない。ちょっと足上げよ。足上げ。あ、よしよし。赤。下赤。赤に挟まれてる青。
それはオセロ理論で言ったら赤になるぞ。オセロ理論は通じない、そうには。オセロ理論には通じない。通じないんだ。そうです。だとしたら、似ている色の長岡さんの方が青は強いから。これはそれちょっと申し訳ない。今日僕、上も青、下も青。ありがとうございます。あー、皆さん一つ言っていいですか。何ですか。参りましたよ。これで6分半行こうと思ったのに終わってもうたわけど、まあそういうことね。石川県のことが好きだった。そこの意味が分かる。生まれた時からはよく聞きますよね。確かに。え、だからそのやっぱり子供の頃って好きな色コロコロ変わるじゃないですか。ああ、なるほどな。ピンクとか赤とかいろいろなるな。黄色が好きだったとか、ピンクが好きだったとか、そういう時期があったんですけど、うん、大人になって好きな色なんですかって言われて青って答え続けて、それ結局なんでだろう、理由なの。あ、理由なの。そうそうそう、理由は、そうそう、理由はなんかあんまりその自分になんかピンクが似合わないなって思い出して、あ、消去法ネガティブやな選び方が。ちょっとちょっと分かった、撤回していいですか。もう青の良さプレゼン対決、うん、それで、あ、なるほど、青の魅力分かってるって方に勝ちにしよう。あとちょっとどれぐらい、あとその時間やるよ。20秒あと20秒。空も青だし、海も青だし、世の中は青で溢れてる。だから青、はい、あなた。僕は高校、大学、社会人、ずっと青に染まってきた。だから青が好き。さっき聞いたそれ。え、ダメですか。あの両方ともダメ。だという4人で11月28日生配信を行いますので。喧嘩みたいになっちゃった。そんなに面白くないと思います。うん、ではまた。また来週。